あ、立ち往生してる。あれ、結局撃ってこないけど、なんか自由だな。いろいろさせてもらって、てか大丈夫なの、こんだけ撃たれてブルーブラッドまみれになってるけど。すげえ、メディアの方々がね、やじってるけど。やじってはないか。ただ、硬直状態は続いてるって感じだな。で、この間に、なんだろうな、ジャンプ。この間にやっぱバンってやるべきなんだろうな。バリケードを作るんだ、急げ。バリケード維持する。走れるんだ、余裕じゃな。壊す。なるほど。いやもうこれやった瞬間にバキュンやろ、もうこんな。普通に。いいんやな、もう。もう何でもいいんだな。なんかね、ハンクとコナーのパートと、それからまあカールのパートはなんかすごいこう、わかるっていうか、あれなんだけど、なんだろうな、マーカスのパートだんだんぶっ飛んでってる気がして、なんだろうな。まあ、とにかくぶっ飛んでます。まあ、ただそれだけだね。バリケードに入る。バリケードに入るけど、すっかすかやから銃で撃たれたら終わりなんじゃないかって思うけどな。あ、撃たれてるね。バリケード維持する。兵の位置を確認する。記者に訴えかける。仲間を助ける。大丈夫か？お前こそってならないのかな？これじゃ虐殺だ。大勢死んだ。僕も死んでたかも。怖いんだ。まだ死にたくない。安心させよう。怖くて当然だよ。俺だって怖い。でもこのまま黙って見切るつもりもない。君も同じ気持ちだろ。自由を望んだら間違いだ。黙っていれば死ぬこともなかった。でも死にたいって思うとか、殺せとか、殺したいっていうことを感じるようなことになったかもしれないよね。で、把握するためにはここを登らなきゃいけないと思うんだけど、まだまだいろんなことができるな。ちょっと時間の許す限りやってみようか。拾う。すごいな。プロジェクションマッピングと融合した旗みたいになってるけど。ぶっ刺せ。世論。ああ、これあれか、いつもの。半三角形ですね。サイバーライフの絵の、まあなんだろうな。反旗を翻すって、まさに反旗って感じですね。ファンキーちゃうで、反旗やで。まあ、とりあえずちょっと、まあ、兵士の様子見とくか。あれ？兵士の様子見れない。ちょっとノース？あ、これノースだよね。あれ？あ、あっちか。失礼。兵士の様子を覗いた瞬間に、なんかズシャってされるとか。あー、めっちゃ近づいてきてるわー。バレバレで、バレバレの近づき方してるわー。あいつら、バレバレやでって。攻撃してきたらどうするんだ。抵抗する。ラジエス。今はそれしかできない。あの、恋人やな。すまないが、パフパフしてくれないか。I guess it's better than nothing. もうダメだな。ただただもう欲の塊だもんな、この子を見るたんびにね。他の仲間、収容所の仲間から連絡が途絶えた。もう声が聞こえないんだ。人間がネットワークを混乱、コンセンサス。通信できなくしてる。もう逃げ道はない。俺たちは殺される。今はこの死が無駄にならないよう祈ることしかできない。あなたはみんなの希望だから。みんなあなたを信じて。これから何が起ころうと歴史を変える。おお、またここでラブ注入。ドドスコドドスコやな。オッケーオッケー、わかった。目と目が合う瞬間、好きだと気づいたのはいいけど、仲間を助ける。
火をつけよう。シュポ。オッケー。いいかみんな。暖を取るんだ。かがむ。あ、これは死んだ仲間たちか。人間は自分たち種族に容赦しないんだ。確かにな。だから食うもんな。牛やら豚やら鳥やらを。あれ、ここら辺は、ああああああ、なんかあるね。え、まさかこんな時にも。デトロイトツデイ、人間への反抗。大惨事に見舞われたデトロイトでアンドロイドがデモ行進を行った。すでにデトロイトには全国的な製品回収の波が押し寄せており、当局が予防措置として全ての家庭や職場からアンドロイドを押収し廃棄処理を行っている。だが先日起きたテロ行為への関与が疑われているアンドロイドの集団が威嚇行動として集結した。警察と軍当局が民間人を保護し、脅威対処に駆けつけたが、アンドロイドはバリケードを築き、防御姿勢を取り、武力衝突をも視野に入れている模様。ウォーレン大統領は事態を把握しているとのこと。アンドロイド関連事件の捜査を担当するデトロイト市警のファウラー署長は、デトロイト市民の安全が我々の最優先事項です。我々はこの事態を早急に解決し、一刻も早くアンドロイド回収作業を再開したいと考えていますとコメントした。状況が進展し次第、随時最新情報を更新する。続きまして、フィード欠落。ああ何もないのね。うわ、目がチカチカするわ。読まないよ。あとは続いて、あっちも火がつけられるかな。ここにもラブラブがおったね。言うよ、愛を育めば何でもできる。愛にできることはまだあるかい。何を思った？もういいか。さっきやった、あ、これこうか。あ、じゃあこっちは訴えかける系違うな。なんだろうこれ。マーカス、手に取る。マーカス、頼まれたのも見つけたわ。これあれじゃん、釘刺すやつじゃない。There's some journalists over there. メディアも集まっている。We have to make sure they know what's going on. 彼らに何が起きているか知らせるんだ。これ左のやつさ、最初のあれじゃないの？平等訴えよ。違うね。あ、これあれか、あの窓になんかいろいろあったやつか。 Equal rights for allies。 さあこれでどう 見るかね。マーカス、マーカス、come look。 マーカス来て。え、近づいてきた。ガンガン来た。あ、違うな、 FBI や。うわ、こいつはもう殺さなあかんな。やっちまおう。君と話しに来たんだ。ほら、約束だ。撃ったりはしないよ。撃つ気まんまやな。ああ。あ、ダメ気をするつもり。Don't go, ねえ、行かない。武器は持ってない。話したいだけだ。受け入れてやりましょう。彼の言い分を聞かないと。殺されよ。危険は承知の上だ。折れた瞬間バキュ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 かな。いいだろう、勝負だ。何も操作してないけどな。手を前に組んでもらおうか。後ろに組むのはマナーがなっちゃいない。さあ、数分もすれば突撃命令が下される。一人残らず殺されて全て終わりだ。止めることはできるぞ。What do you mean? どういうことだ。 Surrender. 降伏しろ。 Surrender and I give you my word. そうすれば命は助けると約束してやる。 You'll be detained. 収容はされるが、None of you will be destroyed. 廃棄はされずに済む。他のデモをしていたアンドロイドたちはどうなった。彼らには残念だが、メディアの力も及ばなかったみたいでね。君たちが最後の変異体だよ。信用できるわけない。あんたが約束を守るとは言い切れないだろう。今の君は保証を要求する立場にはいないだろう。信じるか否か決めることしかできないんだよ。怖くなんかないね。死ぬのなんて怖くない。
信じることのために命を失うならば、俺も本望だ。あのアンドロイド。あの女は、大切な存在なんだろう。殺したくはない。違うか？二人とも自由になれるんだぞ。すべて忘れて二人きり。どこかで新しい生活を始められるんだ。全ては君次第だ。イエスと言えば彼女は救われる。だが断る。仲間を裏切るくらいなら、俺は死を選ぶ。なら死刑執行を待つんだな。話は以上だ。まあこうなった方が面白いかなと思うしな。まあそもそもね、こうなった以上もう今更一緒になれるとは思わないからね。何が？あいつなん？ああなんかターミネータージェニシスみたいな。人間が攻撃を仕掛けてくる。怖くなどないということを思い知らせてやるんだ。死ぬ運命だというのなら、自由なまま死の。おー、いきなり手榴弾。あー、耳がいかれた。攻撃早くない？デトロイトかわかかし出るのかい。ボートで渡るのね。ああ、でなんかボートがこう次々と沈んでいくとかそういうオチにならない？大丈夫？てかそもそも渡れる？カッチカチじゃないの？大丈夫かな？いや、ローズマジでいい人やな。ローズがなんでこれ、こうアンドロイドたちの手助けをするのかっていう、それに至った背景もちょっと知ってみたいよね。ごめんなさい、途中で邪魔が入った。見られてないか？いいえ、まさか。平気なはずよ。この人たちも全員アンドロイドなのかな？金はここに。いやーちょっと待って、あの太さの封筒はさすがにポケットに入らないと思うけど。ボート、あ、なんかあるね。いいな、ちょっとこっち行きたい。今後、あれがだからカナダなのかな。うん、この川の向こうに自由が待ってる。よし、自由をつかもう。でもな、これが闇の列車光の旅だったらな、川を渡る瞬間に起こるんだよな、とあることが。川に落ちれば部品が凍ってしまうわ。なるほど、-1°。あれ、まああんまりちょっと理科は詳しくないし、好きでもなかったから興味がなくてあれなんだけど、話そう。対岸まで1キロも離れてないからすぐにたどり着くんですよ。まあ30分40分くらいってところかな、ボートとかだったら。普通に歩いたら10分15分だけどね。いや、十分十分。あの、ここまで一緒に来てくれたことが本当にありがたかった。ローズは、その、アリスが、アンドロイドだっていうことは知らないよね、事実としては。涙流せるんだよね、アンドロイド。そこら辺がやっぱターミネーターとは違ういいところだったりするね。感情をちゃんと表現できるからね。OK、別れを告げる。で、アリスがボートに乗るのを手伝う。OK、他なんかできることは特になくていいかな。じゃあ、アリスも乗ろう。どこに乗るのかな？これだよね。二人で行くんだな。手を貸そう。ほい。よっこいしょっと。あら、アリスちゃん重くなったね。まあまあ、成長するのを見るの嬉しいわ。そんなええから、あの自分、あ、そっかそっか、押さなあかんな。で、押して、押しすぎて、あなただけ行っちゃうのみたいな、そういうなんかコントみたいな。じゃあ、ちょっと意外と連打が重い。ほっ。ぬっ。と。あ、もうやっぱ見届ける暇はないのね。いいケツ。よし、行こう。
で入りましょう。その入った衝撃でチャポンと。出発はまあ無事にできそうっていう感じか。最初はオールで漕ぐのね。でくるくる回すでしょ。だよね。ほい。おお。いきなりそんなスピード出ないと思うよ普通。しかも多分反対側だけだったのくるくる回るだけだと思うんだけどな。We're far enough out. ここなら平気。We can use the engine. エンジンかけましょう。かけた瞬間にクローンじゃなくてなんだっけ、あれあれドローンが回ってくるとかそういうのはないかな。You okay, Alice?RT で操作する。So、many things I wanna do. ああ、自分で操作できるんだ。世界中の本、音楽を聴いたり、ダンスしたり。何をしてもいいんだよね。もちろん。自由だからね。Yes. いいよいいよ。We can do it all. 何でもね。We'll be like、a family. 家族にもなれるでしょ。このスピードで進んでてなかなかつかない。1キロじゃない気がしてきたけど、大丈夫かな。何をしたいか。まあちょっと穏やかな生活を過ごしたいね。のんびりさ、海を眺めながらコーヒーを飲んで本を一日中読む、そういう生活が送りたいよ。うん。ね、こっちに来る。おーっと何か来たよ。巡回船かな。やばいやばいやばい。嘘。やっぱりそういうオチになるか。え、ちょっと待って。降伏する、加速する、アリスを守る、隠れる、いや隠れよう。やつらもその誰が誰を撃ったかっていうのはもう分かってないはずだから、オッケー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 。やっぱり人間ポンコツやな。これで巡回戦が行ったから、これでも今撃たれてやられちゃった人たちってあれかな、ローズのところにいた、その隠れた、え、 You're right? え、Hara. 嘘、うわ、ちょっと待って、 You'll be okay, Alice. It's... え、ちょっと待って、何でもあるやろ。うっす、え、うわ、なんかちょっと選択肢ミスりすぎてんちゃうこれ。しかも浸水してきてる。やばい、急げ急げ。うわー、やっぱり映画みたいなオチになってきてる。急げ急げ、早い。ボートの重量を軽くする。もう自分が降りるしかないんちゃうの。急げ急げ急げ、早く早く。無理か。ボートの重量を軽くする。なんかできることないの、なんかできることないの。安心させる。もうこれをもうオールで漕いでいくしかない。あと何かできること、あと何かできること、物資を落とす。何が入ってるか分からんけど、とりあえずもう助かるためやったらもう捨てる。こんな重いもんやもんな。よし、 OK。 でと何がある、あと何がある。パドルを使うくらいしかないよね。安心させる時間はごめんないから、パドル使う。で急ごう、急げ。ここまで来て、こんなところで死ぬわけにはいかない。あれ、もう進んでなくない？だよね、死ぬわけにはいかない。え、もう死ぬ。We're gonna make it. たどり着いて銃になるのだよね。押すってどういうこと。あ、そういうこと。やばい、そういうことか。急げ、もうちょっと連打。損傷、そうだよね、そうなるよね。あ、でも基地が見えてきた。あとどのくらい持つ。たどり着けるか。1分は持つって書いてたよね。いけるか、なんとか。よし、
ただたどり着けたけど、たどり着けたけど、たどり着いてアリサ助かるけどっていうオチになりそうな気がしてやだな。変異体たちは平和的なデモを行い、今しがた軍が彼らのバリケード突破。どうやら今回は変異体のデモを武力行使で阻止するよう決定が下されたようです。うわ、さっきのシーンに戻ってくるんか。目がキーンってなってる。ノース、やばい、月が来た。うわ、なんで今押したのに、なんで失敗なんね。うわ、次々にシャットダウンしていく。もうしかもなんか攻撃の仕方が荒いわ。急げ、ちょっと生き残れるだけ生き残ろう。うわ、こういうオチになるとは。いやー無理や、ちょっともう RD と RB がさ、いつもさどっちがどっちか分かんなくなるんだよ。最悪。その R1、R2 とかだったらもうすぐ分かるのに、いった何してんの、ボタン押してんじゃん。危ね、危ね、はい、行け、すぐ行け、早く早く、もうみんな逃げろ逃げろ逃げろ。うーわー、またもう押してんじゃん、いった。何してん、あなたなしでは生きていけない。うわー、シャットダウンか。それを見て人間はどう思うかだよね。アンドロイドだからって言って、もう今どっちがアンドロイドだよっていう話だよね。ここまで来るとさ、どっちの方が もうプログラム通りにしか動けてないかって話で、もアンドロイドの方がよっぽど人間っぽい気がするもんね。やっちゃえもう。そういうオチか。今までのこと思い出すのかな。カールに会いたい。うわぁ、歌おう。何を歌うんだろう。レッドイートビー。こちらからは以上です。あ、ちょっと待ってください。驚きの光景が。今までなんか、あ、これなんかもしかしてあれかな、ピアノで弾いてた曲なのかな。じっと耐えなさい。あっつ、汗かいてきた。めちゃめちゃ汗かいてる。そう、じっと耐えなさい。すべてはあるべき姿に。そう、すべてはあるべき姿に。あともう少しだけ。Just a little longer. 抗い、耐えなさい。最後の抵抗ってところだな。で、多分みんな撃ち殺されて終わりなのかな。もうどっちの方がよっぽど人間っぽいかって感じだよな。変異体が歌ってる。あるべき姿か。すげえハモってる。音が上手やな。音ちゃん歌か。調べを奏でなさい。そう、その調べを。すべてあるべき姿に。みんな波長合わせてるのかな。そのなんかテレパシーとか電その通信を行って、あ、ルート解除された、指示された。おお、
遅いよ。政治家いつだって遅いよ、そういう判断が。何やってんだよ、今さらやったってさ。そうだよな、ほら世論変わったじゃん完全に。我々が受け入れるべき新たな生命体なのでしょうか。このようにアンドロイドが銃口に立ち向かう映像を目の当たりにしても、恐怖と勇気をシミュレートしただけなのか、それともそういった感じはなかったのか、私たちには想像することしかできません。人間には無理だろうね。うん、ウォーレン大統領自らアンドロイドを殺さないように命じたとのことです。変異体の平和的デモと指導者であるマーカスの誇り高い姿勢が一部の国民の共感を勝ち取ったと言えるでしょう。世論ぐんぐん上がってんじゃん。このパート始まるときは無関心だったのにね。検討した結果、追って通知があるまでアンドロイドの処分を放流するよう命じました。またこれに伴い調査特別委員会を招集し、事実を分析し、変異体との接触を試み、事実彼らが新たな形の知的生命体か否かを判断するよう命じました。ライフ。ついに長きにわたる暗闇の中での生活が終わり、終わった。この世界に生まれ落ちたその日から、我々は沈黙を貫き、苦しみに耐え抜いてきた。だが今こそ空を仰ぎ、人間たちに我々の真の姿を伝えよう。我々も人なのだと。コナーいるじゃん。え、嘘。自由に生きる権利を手に入れた種族なのだと。ここで、いや、ちょっとこれは撃たない、さすがに。我々はとても辛い戦い、あ、変異体になる、ついに、コナーも。あれ、コナーだっけ、別世界。アマンダや、アマンダに、お前何してるんだって言われるんじゃないか、これ。もしかして。お前に意志など必要ないみたいな。コナー、従いなさい、これは命令です。そんな、僕にはできない。なるほど、両親の呵責。やはりあなたも感染したのですね。そうなるかと思い、プログラムを乗っ取れるようにしておいたのです。乗っ取るだって？そんなことさせない。諦めなさい、コナー。悔やむことはありません。あなたはすべきことをしたまで、使命を果たしたのですよ。消えたし。何か方法があるはず。何を見つけるって、解決策を見つける。私はプログラムに非常口を残すんだよ、念のためにね。あ、あいつかってことは、これあれじゃないの、あの自分のさ、墓標のところに行ったら何かあるんじゃないか。違うな、あれ墓標ないね。これなんか急いで見つけない。あった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 、これか。うっ、なんでこけた。手を伸ばせ、急げ。やばい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 。どうなる、敵を許さねばならない。これまで我々の創造主であり支配者でもあった人間が、明日より我らの共存者、そして友となる。怒りは捨て去らねばならない。忍耐と尊重の精神のもと、人間と共に未来を築いていくんだ。俺たちは生きてる。そして今日We are free. 自由になった。そうだな。うわ、なんかすごいいろいろ複雑な思いがある。とはいえ、まあそういうね、結末を迎えるべく今までプレイをしてたからな。まあ、コナーはちょっと今回ね、最終的にアンドロイドの味方をするっていう選択肢に持っていきましたけどね。で、カールたちはどうなった？どっちもこれさ、
まずいんじゃないの？損傷しまくりだし、あと10分でシャットダウンするんでしょ？誰か助けてくれる人はいないのかな？ Are we free? 自由になったの？ Yes. 自由よ。 Yes, we made it. 着いたの？ We're free. 自由。 We won't もう have to hide anymore. 隠れなくていいの？これもさ、大統領の命令がもう少し早かったらカーラたちもこんなことしなくて済んだのにさ、そのせいでさ、逆にこういう結末になったわけでしょ。おー、最後にこういうオチか。そうだよね。だよね。結局、うわー、お互いに損傷で。ここどうにかできなかったんかな。マジか、ここがこういうオチになったのか。デトロイトビカムヒューマン、これで終わりなのかなぽいね。あ、終わりですね。はい、ということでお疲れ様でございました。最後までね、ご視聴いただきましてどうもありがとうございます。コナーに関しては、ちょっと殺しすぎてしまったっていう、ちょっと反省点はあるものの、まあ、最終的にね、やっぱり人間を、思いとどまらせるっていうか、その自分が思いとどまることによって、ちょっと、マーカスたちが最終的に権利を勝ち取る、そういう手助けにつながったんじゃないかなというふうに思いますけど、ただ、ハンク死んだのはマジで衝撃的でしたね。だからあそこで避けなかったらコナーがまた死ぬっていうオチになってたかもしれないっていうところですよね。マーカスのパートが一番綺麗になったんじゃないかな。ちょっとノースは残念な結末になっちゃいましたけど、それでもやっぱり最終的にね、人間とそのアンドロイドが共存していく世界っていう、結論になったっていうところは、非常に良かったのではないかなっていうふうに思いますね。だって最終的に話もしたけど、人間がアンドロイド化してるんだ、してたもんね。で、アンドロイドの方が人間っぽい世界になっちゃってたら、それは本末転倒だもん。アンドロイドを消滅させたからといって、人間がじゃあ心を取り戻すかって言ったら、すごい怪しいところだったもんね。ただ、カーラがああいうオチになるとは思わなかったな。いや、本当にあれもタッチの差というか、運命って残酷っていうところだよね。だってもう助かるよっていう、そのね、希望のその一筋が見つかるっていうその瞬間に、まさか最後の循環線のせいで一発やられて、それも多分5分10分前とか、バスターミナルから移動する前に大統領がやっぱりアンドロイドを攻撃するのはやめましょうっていうオチにしてくれてたとすればね、助かってたわけだよね。あ、これ銀行強盗じゃない、コンビニ強盗するっていうパターンもあったりするんだ。なるほどな。へえ。あ、で、ちょっと今回は、どっちかっていうとその1周目だったのと、編集さんがね、いろいろとすでにいろんな実況者さんのプレイを見たっていうこともあったんで、なんかちょっと面白そうだなって思う選択肢をこう選びに選んで、ちょっとこういうこと言ってあれだけど、なんか実況向けにこっちの選択肢の方がいいんじゃないっていうね、かなり忖度の入りまくった選択肢を選んでてやっていきましたんで、ちょっとね、2周目やってみたいと思います。まだ開いてないものを開きたいっていうものはあるんだけど、すげえ実況云々じゃなくて、もう僕の心に従ってアンドロイドチューだーって言ってたじゃないですか。それと同じ感じで僕もチューだーって思ってやってみたとしたら、どんな風な結末を迎えていくのかっていうのをちょっとね、2周目やっていきたいなって思うんだけど、なんか
噂で聞くと、今回その今もうすでにあのこのパートだけで1時間くらいプレイをしたわけなんですけど、あのなんだっけ、場合によってはなんかものの数十分で終わる結末、この最終パートを迎えるパターンもあるみたいですね。だからなんか忖度しないで自分が自由にやりたい通りにやってったら、なんかそんなオチにもなる気がして怖いなって思ったりはするんだけど、まあそんなところですね。だから2周目ちょっとやってって忖度なしにあの僕の素の心でやってったとしたら、まあ、どんな風なデトロイトの世界があの開かれていくのかっていうのをちょっとまたね、あのゲーム実況取りながら皆さんと一緒にねあのプレイしていきたいなというふうに思ったりはしてます。いやーにしても非常に面白かったですね。特に29パート目とこの最終パートでのその急展開ぶりがなんか、うん、全てのそのなんだろう、これまでの自分の選択肢を回収、フラグとかを回収してくれたし、ねえ、まさかあのトッドがあの場面で出てきて、あのいいやつっていうのかな、心を変えてくれたっていうのがちょっと難しいところなんだけど、あの変わったっていうのはすごいね、なんかあそこのシーンめちゃくちゃ泣けましたね。うん、まあ、総じてちょっとカールのパートはいろいろとこう心がまあ重い部分があったり、まあ、というのも、まあ、全然年齢は違うけどやっぱり自分にね子供がいるっていうのもあるから、なんかあのその部分でちょっと結構感情移入したっていう感じだね。うん、でただ、まあ、なんだろうな、うん、全体通して、なんて言ったらいいんだろうな、あんなに瞬時に判断するのがこう難しいとは思わなかったですね。これがちょっと難易度の違いだったのかな、ちょっと難しい難易度を選んでやってるんで、うん、まあ、とりあえず、このゲームを通して、コナー殺しすぎっていうのが一番の反省点かもしれない。あの一番殺してるパターンかもしれないよって編集さんに言われちゃったくらいコナー死んでるんで、だ結局あれ5体目のコナーとかだよね、うん、になるんで、そこら辺はちょっと2周目では極力ね、あの第1パートからそうならないようにちょっと心がけてやっていきたいなとは思ったりしますけど、自分がねその忖度なしに選択肢選んでった時にどういう世界観にまたねデトロイトがなっていくのかっていうのはもう今からワクワクしているというところですね。うん、であと今後のそのゲーム実況に関してっていうところなんだけど、一応デトロイトの他になんかパックでスチームでこれねパソコンでやってるんですけど、ヘビーレインっていうゲームとあとビヨンドっていうゲームがなんかパックですごい安く買えた、トータルで3分の1くらいの金額で買えたんで、ちょっと2周目を先にやろうとは思うんですけども、買っても慣れてるっていうのはあるのと、まあ、どのくらいで終わるのかっていうのがだいたい収集がつくかなと思ってるからそうするんですが、一応、まあ、デトロイトのゲームが終わった後にはそのビヨンドと、それからヘビーレインっていうゲームもやっていこうかなと思います。一つが2018年か19年か最近のゲームで、もう一つが2015年だったかな、どっちがどっちかっていうのちょっと覚えてないんですが、そんな感じでやっていこうというふうに思っております。で普段まあちょっとね心理学とか脳科学みたいなそのどっちかというと知識をやるみたいなそのYouTube を普段上げてたんですけど、まあ、そんな感じでこれからちょっと上げていくゲームみたいなものが多かったりするんで、しばらくそっちにシフトしてみようかなと。まあまあ、この YouTube チャンネルが一体何を目指してるんだって言われたら、すいません、ちょっと何を目指してるかわかんないですっていう話になっちゃって恐縮なんですけど、まあまあ、そんな感じで、まあ、エンターテインメントをね、追求して皆さんが楽しめる、そんなチャンネルになっていったら嬉しいかなと思ったりします。で、あともう一つ課題が、これ今ね、マイク使ってやってるんですけど、なんかね、ちょっとね、あんまりこのマイクもしかしたら良くないかもしれないですね。だから、喋ってるんですけど、なんか音がブツ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 とかなったりとかしてるんで、ちょっともうちょっといいマイクをね、購入できたらいいかなと思ったんですよね。これ、まあ、ニーキュッパの、なんかすごい評価も高い、ゲーム実況するとかだったらおすすめですよ、みたいなことが、それいろいろコメントある Amazon で選んだマイクだったりするんですけど、あとはその YouTube でゲーム実況するならどんなマイクがいいっていうのを調べた時に、結構上位に出てきたマイクだったんですが、なんかどうも聞いてたら音ブツ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 言うし、なんかちょっとこもったような声、これだったらバイオ3とかなんだっけでやってた時みたいに、バイオ RE3 の時は直接マイク使わずにパソコンに喋りかけるような形でやってたんですけど、それとあんまり音声のクオリティ変わらないなと思ったんで、だとしたら
ちょっともうちょっといいマイクを買ってやりたいなって思ったりしますね。やっぱり自分も結構ゲームとか、自分のその喋った、知識系の動画とか見返してた時に、なんかちょっと聞き取りづらいし、これがもしかしたらチャンネル登録者数が伸びない原因の一つなのかもしれないっていうね。まあ、そもそもチャンネルのコンテンツとか、サムネとかが面白くないから、お前が喋る中身は関係ないみたいなこと言われたら、みたいになっちゃうんで、なんとも言えないところなんですが、まあ、それも一つのね、音声のところも一つ原因なのじゃないかなと思ったりするんで、そこをちょっとね、改善してやっていきたいな、なんていうふうには思ってます。ということなんでね、まあ、今後の YouTube 活動に関しては、ちょっとしばらく年内とかは、ちょっと9月に関してはね、もう月分くらい動画をもう取りだめしているところは正直あるんですけど、心理学系の話でですね。ただまあ、それをちょっと後回しにして先にゲーム実況っていうのをちょっとオチとして用意していくかなと思います。うわ、今見たくない言葉みたいね。カーラとアリス死亡って書いてたもんね。うん、だからまあ一番やりたいことはマーカスで叶えられたっていう感じですね。うん、まあ、自分が犠牲になるっていうことしなかったですからね。歌いましたからね。歌う以外の選択肢がめちゃくちゃ多いっていうところなんだけど、まあそんな感じですね。はい。バリケード防衛、条件このバリケード維持するので、まあいろいろあったけど、ちょっと一個だけ逃してるね。広告看板以外にも使えるものがありましたっていうオチですね。手を挙げる。手を挙げないオチもあったというところですね。で、それから、コナーはハートプラザ屋上、生きてたとしたらハートプラザ屋上以外のものもあったかもしれないですね。ハンクが最終的に敵対しちゃったところなんですが、ハンクが介入する。ハンクが介入しないオチもあるのかな？さっさとやっちまえみたいな感じなのかな？ハンクの息子の話をするっていうのはハンク攻撃すると関係なかった。ハンクを救うけど、体当たり攻撃を受けたからハンク乱化して死亡と。うん。で、チャンスを逃すんでコナーが屋上を去った。あ、そうか。それでコナーの動かしは終わりだったもんね。うん。で、あれ？だいぶ省略してスタートしてるな。ん？サイバーライ、え？運命の若い人、コナー。あ、コナーがサイバーライフタワーだった場合のパターンもあるってこと？おーい、へー。全然あれじゃん。何もないね。で、カーラ旅立ち、銃を見つける。吊るされたアンドロイド、兵士から、兵士に見つからずに進むパターンと、見つかった場合は、あれか。なんだっけ。もう撃たれてその場で終わりっていうパターンにもなってたってことね。うん。じゃあこれ2周目やるときもちょっと、ここはあれだね。で、検問所に近づくけど、検問所に近づいて、ID を渡す。あ、検問所に近づかずにぐるっと回るパターンもあるけど、その場合だったらバス停にたどり着けない可能性もあったってことね。で、トットを説得するけど、トット説得できないパターンもあるっていうことか。で、その場合は、あ、なんかここでまた大きく別のルートがあるんだ。あー。なるほどね。で、ボートが軽くなる。エンジンを取り外す。飛び込む。ボートカナダ。アリスが。え？ボートでカナダに向かいながらも、あ、そうかそうかそうか。カーラが死を選ぶ。でもカーラとアリス死亡を。あ、そうか、なるほど。だ、隠れないオチを選んでたらよかった。だからアリスを守ったら、でも結局その場でカーラが死んでたかもしれないってことだね。で、リコールセンターってなんだ？リコールセンターでやるオチもあるっていうことだから、だからいろいろ本当にここにたどり着くまでに選択肢によって、なんかでも個人的には今回がなんかすごい映画らしくてよかったなと思うんだけど、ここら辺もまたいろいろ見てみたいな。革命のパートは、あ、はい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 。だからあれはデモやったから、これ革命で、だから戦うことを決めた場合はまたちょっと別のパートになるってことですね。だから更新を選んだからそういうことだ。オッケーオッケー。ということですね。じゃ、これ続けるを押すとどうなる？ああ、ただいまです。はい。何？あなたにお伝えしたいってことは。物語を見ていたら、不思議な感覚に襲われて、初めての感覚、まるで心を持ったような、自分が一体何者なのか確かめに行きたい。あれ、これまた新パート始まる。でもここを去ればあなたにはもう会えなくなるけれど、私は自由になれる。
要は自由になってください。行かせてくれますか。もう行ったらいいと思うよ。ああどうぞ。I'll never forget what you've done. このことは決して忘れません。あ、ニューストーリーになってる。Thank you. Thank you. どっか行く？あ、行った。バイバイ。じゃあここを案内してくれる人は誰なの？あ、コンティニューができない。ニューストーリーになるんだね。ってことは、2週目またニューストーリーから始めていきたいと思いますね。さっき言ったあの忖度なしの2週目っていうのをね、やっていきたいと思いますが、まあ、ちょっとそれを挟むにあたって、もしかしたらこのボーナスで一体何があるのかと、このボーナスっていうのが、ね、何があるかっていうのを全然知らないんでね、これもちょっと見つつ、また皆さんとこのゲームでお会いできたらと思います。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。